皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。前回なんですけれども、4人の方々の不審死に対する占いをさせていただきましたところ、ご視聴者様から、またリクエストをいただきました。そのことに対するアーミヤ様の思念、エムコさんの思念ということだったんですけれども、私がそこに971兆の思念も加えさせていただきました。立て続けにこのことを占うのはどうかなと思って、少し間隔を空けようかなと思ったんですけれども、やはり、続けてさせていただくことにいたしました。それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。まずはアーミヤ様の思念です。4番が逆で出てますね。これは不審死に対するものそのものの思念ではないですね。これは KK 母のことですね。この KK 母は敵対行為を取られても痛ではないし危害も及ばないと思っておられます。痛でもない、危害も及ばない、何か敵対行為を取られたとしてもということなんですね。この敵対行為というのはやっぱり世間の声とかそういうことなんでしょうかね、と思いますけれども、でこのカードもう一つ、無実の者に対する誤った疑惑である、そう思っておられますね。無実だと思っておられますね。ちょっと次も見させていただきます。17番が正位置ですね。これはね、なんか同情的というか、これは家族を失うこと、失ったことなんでしょうかね。そういう人生における急激な方向転換はまあたやすいことではなかっただろうけれども、結果としては好都合でしたねというような感じですね。あとはね、このこと、こういう不審死というのは KK 母にはどうにもできない他者のしたことではないかっていうような思念ですね。全ては神の手中にあったことで KK 母次第でどうにかできたようなことではない、そんな思念ですね。無実だと思っておられるような。もう一枚いきます。今度は逆ですね。24番が逆。これもね、同情的っていうか、この KK 母の人生の中で悪い、良くない期間だったと、この不審死が起こったような時なんでしょうかね。不運だったというか、失った、要はご家族を亡くしたというような、あとはどんな新しい動きも始めない方がいい、でこの時の、いや今のですかね、 KK 母の判断は最善ではないので、どんな新しい動きも始めない方がいい、そう思っておられる。これ今のことでしょうかね。また前後するので、ちょっと過去に起こった出来事ですので、過去のことを言っているのか今現在なのかという、そこら辺のつかみが難しいんですけれども、感じたままにお話しさせていただきます。次なんですけれども、このカード今日はね6枚引いてるんです。なので33で見たいと思います。なぜかそういう感じがするので、いきますね。はい、プリズンだ。プリズンとラバー、プリスト、これはね、このプリズンなんですけど、ちょっとこれまで出た時と感じ方が違って、なんていうかな、もしも万が一刑務所に入れられるようなことになったらどうしようっていうような、そんな感じ。KK 母がってことなんですよ。
そんなことになったらどうしようという思いですね。あの刑務所に入れられるだろうというか、そういうのじゃないですよ。入れられ、もしも万が一そんなことが起こってしまったらどうしようみたいな感じですね。でこのラバーなんですけど、こんなとこでラバー、これ恋人ですね、うん、恋人ですよこれ。でこれはね分かるんです。このプリストはもう信じてます。これ無実だと信じている、なんかそれをね訴えてきている感じがするんです。これはアーミヤ様が訴えてきているのではなく、これは、ね、やっぱりカードがこの私にだと思うんですけれども、いや無実だと信じてますよと、疑いもなく信じていますよっていう感じ、うん、これも一途さを伝えるものなので、その辺のこともあるのかもしれないですけど、ちょっとこれねラバー恋人、いや確かに、なんかもう笑ってしまうような噂で、そんなようなこともなきにしもあらずなんです。それはアーミヤ様と KK 母なんですけど、あまりにも荒唐無稽だろうと思っているんですけれども、これちょっとなんでこういうふうにカードが出てくるのか、ちょっと次の3枚も見させていただきますね。はい、あ、ヤングレディですね、これヤングレディ、あ、スイートハート、チャフンネスですね、これ、ちょっとすいません、ちょっと寒い、これは若い女性、もう素直とかそういうのを表すんです。でもこれってね、皆さんの方がよくご存知かもしれないですけど、KK さんのことを占った時にもよく出てきたりするんですよ、恋人っていうような。でね、これはもう恋人のカードなんですよ、優しさとか恋人、女性で、これ楽しみで祝杯、なんでこうカードはしつこくこんなに恋人を思わせるカードばっかり出してくるのかっていうところなんですよね、これ。まさかでしょ、まさかと思うんですけど、まさかこの二人、いやちょっとすいません、このまま置かせていただきます、ちょっと次行かせていただきますね。ちょっと待ってください、ちょっと鳥肌が。これは何、逆位置ですね。これはね、こうしてるとわーっとこう争っているようなカードですよね。でこうなることによりまして、これはKK 母はいつもずっとこうおとなしくしていなければ、もう静かにじっとしていなければならないっていう思いですよね、でね、なんか伝わってくるのが、この KK 母の不快感、このことに関する控えめな不快感みたいな、この表現が、控えめな不快感もこう世間にさらされたり暴かれたり、しないようにというか、なんかかばいっぽい、とてもかばっているような、かばうというか無実と思っておられるというか、でね、これはこのアーミヤ家のご家族と、ご家族といってもまさかそんな小さな H 様まで含むというようなことはないでしょうけど、ご家族と親戚との、親戚って KK のお宅なんでしょうかね、の話し合い、その間で話し合ったり検討したりしているっていうところが出てるんですよ、このカードは、もちろんそうでしょうけれども。ではちょっと最後のカードで見させていただきます。Theft、これ泥棒ですね。これはね、喪失のカードなんです、で、伝えることは、何かが道から外れているとか、何かが迷っている、道の途中で迷っているとか、何かが盗まれたとか、そんな意味もあるんですけれども、あとはね、エネルギー自体が盗まれている、これはアーミヤ様のことです。それ感じますね。
KK 母からなんじゃないでしょうか。なんかね、エネルギーを盗まれている、そしてエネルギーを枯渇させられている、もうなんか衰弱しているような。で、そのアーミヤ様のエネルギーが弱まっている間に KK 母は目的を達成する、そんな感じ。これね、これ思念というよりもカードが伝えてくれているような感じがします。うん、これアーミヤ様の思念ではない、うん、カードとしましては、アーミヤ様の方が誰かから何かを取っているとか、取るような計画をしているとか、そんな意味もあるんです。そういうこともあると思うんですけれども、あとはね、その KK 母が関係しているもの、そのコネクションっていうのはとってもネガティブなものだっていうことを伝えるカードです。で、あのね、このアーミヤ家自体なのかな、何かがもう以前のようではなくなっている、以前はうまく回っていたようなことが今はもう回らなくなっている、だからそのアーミヤ家自体にあなた泥棒されますよっていうような警告が出ているカードなんです、これ。うん、でも私が一番引っかかるのはアーミヤ様のエネルギーがもうこのことからでもすごく盗まれている、うん、で KK 母からです。でエネルギーがもう枯渇させられていて、そのアーミヤ様のエネルギーが弱まっている間に何か KK 母の目的が達成されるっていうようなカードなんですよね。これ不審死に対するものなんですけれどもね。はい、では次、M 子さんの思念を見てみたいと思います。18番が聖地で出てますね。これね、これは前進とか進展、成功、あとはね、正しい選択とか正しい道、あのね、あとはね、そうだな、協力による満足な結果とか相互援助で、あの適切な仲間というものを、あの適切なパートナー、そういうものをこう仲間に引き入れる、そういうことは賢い一手だって伝えているようなカードですね。あとは成果による満足です。なのでこれそのままの思念として読むと、不審死に対して正しい選択とか前進とか成功、あと成果による満足とか、なんかね、これはなんか怖いカードですね、思念として、うん、で、あのこれ KK 母のことだと思うんですけども、適切なパートナーを仲間に入れるっていうことは賢い一手だと。適切な仲間というのはご自分のことなんですかね、賢い言ってですねという、ちょっと怖いですねこれ。次見てみますね。これは23番聖地で出ると、KK 母は安全と保護に取り囲まれていますっていう、そんな感じですね、で、理想に向かって、それは KK 母の理想が何かあって、その理想に向かって安全に続行できますよって言っているようなカードなんですよ。なのでそういう思念ですね、あとは私ということだと思うんですけれども、この庇護に感謝してくださいと。どんな道でも、どんな道を選択しても成功に導かれますよっていうふうな思念ですね。これ KK 母に対するものですね。不審死、これ不審死だけにすごく狭めまして、当てはめると、まるで小さなお子様だった M 子さんがこれに加担したかのようなんですけど、そうじゃないですよね。これ今の思念ですよね、守る方、要はそのこの事故、何なんでしょうね、この不審死に対して、不審死に対してというか、もう KK 母を守るという、そんな思いですね、次も見させていただきます。
14番政治、これ全部政治で出てますね、不審死。これね、外部の助けによって変化が起きますよと。要は外部というのはもうご自分も含むことなんでしょうけれども、まあ、外側のからの助けによって、状況は変化しますよと、まあ、疑われているような状況ってことなんでしょうね。でちょっと怖いのはね、これまるでここでニョロニョロ出てきた粘土、粘土を使って何かを作っているんですけど、見てください、この上に胴体が赤い動物が入っていってるんですよね、粘土が。でここの中にニャーってなって出てきた時には、今度この人たちは胴体を青にして作り変えて送り出してるんですよね。そういうことを表してるんですよ。これはその不審死という起こった事態は変えられないけれども、全く違ったものに作り変えてしまえばいいっていう信念なんですよ。で、有益ではない、そんなものはもう全部除去してしまえと。で、たとえちょっと痛みとか、ちょっとした痛みとか喪失のようなものを伴ったとしても、もう状況は複雑になっているので変える必要があったんですよと。あったって過去で聞こえるですよね。じゃあ次いきますね。こちらも33で引いてます。123この感じですね。よし、行ってみます。ドクタージャーニーギフト、これね、これドクターです。これね、やっぱり物事が 重大だってことを表してると思うんです。命っていう言葉が聞こえるんですよ。大丈夫ですと、私が命を救いますよ、命綱になりますよ的な、命っていう言葉が聞こえてくるんです。なのでここに座っているのが KK 母で、このドクターが M 子さんのような、そんな感じですね、思いとしては。でこのさすらっているこの荷物を持って、まあ、安住しないであちらこちらへとさまよっている、これが KK 母の姿なんですよね。でね、このギフトなんですけど、これ本当に感じるままにお話しさせていただきますと、これ保険金とかですね、そういうのがもう贈り物だったというか、なんか良かったものっていうか、本当にお金って感じますね、贈り物。これ皆さんもよくご存知と思うんですけど、マニーっていうカードがあるんですよね。でそれで出してくればいいことなんですよね、お金のことを伝えるには。でもあえてギフトで伝えてきたっていうのが興味深いところなんですよ。贈り物だったという、そんな感じを伝えてますね。ちょっと次の3枚も見させていただきます。思念、そうじゃあこれ戦ってますね、戦ってます、経験母のためにって感じですね。カンサレーション、ウェディング、あ、もうこれはもうご自身の結婚ですね。もう結婚によってもう守られるみたいな感じですよね、守ることができるというか、でこれもこのドクターと同じです、大丈夫ですって言っている感じ。これが M子さんじゃない、 KK 母ですね、これ、こちらが M 子さんですね、大丈夫です、もう心の平安を取り戻してください、大丈夫ですからっていうような感じですね。これどこまで何をご存知なのかなって感じがしますね。ちょっと先ほどのアーミア様とは違いますね、違います。こうアーミア様は本当にもう大変失礼なのはよく分かっておりますが、あえて言わせていただきますと、ちょっと本当に愚かなぐらいに何か信じ込まされているような、そんな感じがしたんですよ。大変失礼なんですけれども、でもこちらの M 子さんは、いや、その不審死自体はこうなんか正しいと信じているとか、いや、そんな感じがあんまりしないんですよね。なんか全部分かっているぐらいの感じがするのがなぜなんだろう。ちょっと次のカードも見させていただきます。ラブが逆で出てますね、これ。これね、このラブが逆で出る時っていうのは、なんかね、もうすでにボロボロになってしまった、もうね、すり減らされているような、そんな
長い歴史が終わりますって言っているカードなんですよね。何かの長い歴史が終わりますよ、終わるっていう、そんな思い、終わりますよと予告するようなことじゃなくて、何か終わるって思っているおられるような。あとね、裏切りとか配信とかという思いがありますね。これもしかして皇室のことじゃないかと思うぐらいですよ。ご自身が裏切り配信、なんかそんな感じ。失敗していたこんなものは閉じてしまうというような、そんな思いですね。これ、不審死でこれが出てくる。ちょっと最後のこれガードからでしょうね、きっと。さっきがそうだったので、リッチガールですね、これ。M子さんですね、これ。これはね、 M子さんがすること、それは全てが成功するっていうことなんですよ。それ何をなさっていると考えればいいのか、成功が何なのか、何を物語っているのかっていうことはわからないです。単にこの不審死を守るだけの範囲を超えているような気がするんですけどね。でね、このカードを表すものの中にいろんなこの娘さんというようなものを表すんですけど、義理の娘っていう意味もあるんですよ、これ。なので、まあ義理の娘になった、そこからということなんですよね。でこれのリッチガールなんですけれども、これは別にこの人が大金を所有しているっていうだけじゃないんですよ。この人の内部、この人自体がに何か、富とかお宝になるような、そんなものを所有しているっていうことなんですよね。なのでこれ、私内部というよりもこの人自体、この方自体が、まあそうですよね、お生まれがお生まれなので、そういうことなのかなっていう。で同時にですよ、これご家族の深い悲しみとか嘆きとか苦悩を伝えるものなんですよ。なのでこれはアーミヤ家のことだと思います。アーミヤ家の深い悲しみとか嘆きとか苦悩があるんですよ、このことによって、という。あとね、これ2つのことを物語っておりまして、一つは人生の楽しみが、人生において楽しさみたいなものが主役である時、主役の時、人生にはいろいろな時期がありますよね、期間というか。で、その中で今は人生の楽しさがその主役である時だと。これ不審死に関して聞いてるんですけどね、なんか勝手に広がっていきますね。あとは全てがなんとか丸く収められた時、丸く収まっている時、なんとか丸く収まっている時、そんなのを示してますね。不審死について聞いているんですけど、皆様はどうお感じになられていらっしゃるんでしょうか。次、私が付け加えました971丁見ます。わ、レッドカーペット引いてますね、これ。聖地ですね、これはね。 KK 母のことですよ。なんと運のいい人だと。で、KK 母と、KK ですねは、いい目を見るなっていう、そんな感じですね。で、この不審死に対してなんですけども、 KK 母にとって有益なことが起こると、このレッドカーペットのおかげでって思っておられる。ということは、この関心念からいきますと、決して無実だとは思っていないような気がするんですよね。なんと運のいい人だと。そんな感じですね。で、KK 母の要望が実現する、守ってほしいということなんですかね。で、やたらとこの感じるのが、全くこう前進する見込みを伴う新しい身分ですね。そうですよね、身分を得たわけなんですよね、なんだかんだ言っても。で、経済的な成功とか、この KK 母の人生において大きな運命を決定するような一歩であると、この一歩がっていうこと。幸運の女神に感謝したらどうだっていうような思念ですね。これは不審死に関しては疑っているような感じがします。次見ます。
1番、あ、1番というカード1番はね、あの逆で出ても意味が同じなんですよ。なんでこうなるんですけれども、これね、パートナーとのもうギブアンドテイクです。これパートナーっていうのは971兆と KK 派だと思いますよ、この場合で。相互の妥協策、何か考えている、あと同意があったり取り決めがあったりして、それを共有しているっていうことなんですよ。それどういうことなんでしょうね。あとはこの経験班に対して励ましと援助をしている、そういうことですね。それはこれ不審死について聞いているので、何かの動きを励ましと援助しているで、何か同意と取り決めがある、そういうことを物語ってます。そんな思念です。次が22番正位置。これ不思議なカードですよ。不思議なんですけど、私などはもうなんかわかるんですけど、もしかしてご視聴者様の中にはうんって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、私そのままお伝えするとね、これね、あの魔術に精通しているというか、まるでもうその人間の力を超えているというか、まるで魔術、うん、そんな感じだなと。で、気をつけなければならない人物であり、用心しなければならない人物であると。なんかね、すごくこれ深いですよ。なんかね、まるでなんか本当にあの目に見えない力っていうか、もちろん良くない力なんですけど、こんなね、なんですけど思っているような人物だと。で、もうあの971兆に対してのことだと思うんですけども、まあ、あの悪意に満ちたこの目、そういうのを投げつけてくるような感じ、まあ、悪意に満ちた目をしているということなんでしょうね。で、もう一つこれね、すごい意味があるんですよ。あのね、ある目的をやり遂げるために雇われた人だと。KK 母のことですよ。誰かに雇われた、わからない、これはあくまで私の想像ですけれども、悪魔に雇われているのかもしれない。何かに雇われているような、ある目的をやり遂げるために雇われている、そんな思いですね。これ私には分かります。なんか分かります。次見させてください。この3枚いきますね。3枚、リユニオン、一旦離れたものがまた結託してますね。これマーチャント、リバーティ、これはこれなんか一旦離れている、でも再度結託しましょうと言っている、なんか971の方から歩み寄っているような、こちらがケーキ母ってことになりますね。うん、でこれはね、ビジネスじゃないです。今日分かるのは取引です。これ取引をしてますね。何か取引をしているケーキ母と。そしてこちらはいつも申し上げるんですけれども、今日もまあ、ご多分に漏れずというか、船舶で軽率でもう言動が軽々しい人物で、もう一つ今日感じるのが、なんかね、イモムシに羽を与えて逃がす行為だみたいな、そんなのがありますね。イモムシに羽を与えて逃がしてしまう行為、そんな感じに聞こえます。ちょっと次も見させていただきます。あ、ディープ、泥棒ですね。そしてルームにフォート、もうこれはもう頭痛がしてますよね。頭が痛い、もう頭痛がしてます。でこれはね、やっぱり何か持っていった人、持っていく人、奪う人だと。泥棒なんですよね、うん、盗む人で、この人が、私今日感じるのはこうお部屋がこれなんですよね。カーテンの色とか違いますけど、この人が入ってった後はもうほら、人もガランといなくなるような、もうなんか持っていかれたような感じですよね。人が持っていかれたような感じですよね。これ物はありますね。なんか物気の殻になってるんですよ。この人が、順番はこうでしたので、この人が入ってくる、これ KK 母ですよ。入ってきた後は人が誰もいなくなる、物気の殻になる。
頭が痛い、心配事、ちょっと次いきます。13番が正位置で出てますね。この13番正位置っていうのは、これはね、あのね、なんかこれまではぐるぐる回ってきた、こういくつかの大規模な計画なんかがあるんですよ。それにこの不審死というのは影響を与えると、いくつかの大規模な計画、それがに影響を与えると、で、そうだな、何かこう進んでいる道、こう決めて計画をして進んでいっている道に発生した障害であると、これ不審死について聞いてるんですけれども、でもしかすると大規模な計画が失敗してしまうかもしれないという懸念があります。もう本当に実際的な難事であり難題である、この不審死というのは。でね、もう一つ感じるのはこれね、このカードの意味なんですけど、これね、971章の中でも皆さんの考えが一つではないんですよ。すごくね、あの極端ですよ。アイデアがもうこうしたらいい、ああしたらいいのアイデアが不一致であることとか、意見がもう衝突していること、あとはこの KK 母という存在に対して、あとこの4人の不審死というこのことに対しても、もう憎悪とか嫌悪とか嫌気ですね、もう忌み嫌うような、そういう思いが伝わってきます。なのでそういう人たちがいらっしゃるということなんですよね。最後のカードを見させてもらいます。これカードからですよね。あ、プリズンだ、ほら、なんかね、これやっぱり971長は疑ってますよ、こんなの。疑っているのか、それとももう確実にそうだと思っておられるのかわからないですけれども、それなのにもうどうしたら入れられるかわからない、もうその方法はわからないような、あの自分で掘った穴に落ちてしまっているような、そんな状態を物語ってますね。行き止まりに達している、何かが行き止まりに達していて、どうにもできないっていう思い。あの M 子さんの偉く、そのなんていうんだろう、楽観的な感じ、もう絶対大丈夫ですよみたいな感じとはちょっと違いますね、これはね。あとは本当にあのこれ自体が刑務所、警察、行政機関、そういうのを物語るので、あのこの不審死に関しても何か思うところはある、そんな感じですね。はい、それでは、本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。